さあここからは原宿駅前コレクションスタートです。ことめ、まずは東圭ちゃん、佐伯真央ちゃんです。東圭ちゃんはオープンショルダーワンピース、チョーカー、サンダル、すべてラストゴアです。佐伯真央ちゃんはボーリングシャツ、ラメタイトスカート、サシベルト、すべてスピンズです。スピンズのお店は原宿竹下口店です。続いては塚本なぎさちゃん、中田ひな子ちゃんです。塚本なぎさちゃんはロゴ T シャツ、ラメミミスカート、サスペンダー付きコルセット、共にスピンズ、サンダル、ラスボアです。中田ひな子ちゃんはロゴ T シャツ、メッシュブルゾン、グリッタータイトスカート、サンダル、すべてラスボアです。ラスボアのお店は渋谷109の4階にございます。続いては無茶振りファッションショー、エースから行ってみよう。いつも答え探してた。原駅ステージ S、 まずは染野里奈ちゃん、入江ひなたちゃんです。染野里奈ちゃんはオフィシャルストライプブラウス、レースアップミニスカート、フープピアス、ブレスレット、サンダル、すべてウエストです。入江ひなたちゃんはワンピース、ハット、カゴバッグ、ゴールドフープイヤリング、ブレスレット、サンダル、すべてエゴイストです。はい、お二人大人な感じでいいですね、はい、今日もありがとうございます、はい、さあお題が出ております。こちら、ズドン。あなたがここ最近で学んだ人生の教訓を教えてください、はい、というお題でございます、はい、さあじゃあね、いろんなのあると思いますけど、りなちゃんから、はい、いきましょう。ここ最近で学んだ人生の教訓、3、2、1、9。カラスの下は歩かない。おー、いいですよ。何かありました？あ、私じゃないんですけど、あの隣歩いてたあんちゃんのブレザーに落ちました。うわー。何かがね、卵かな、落ちたんでしょうね。そう、ありがとうございます。白いものが、はい、ありがとうございます。いや、教訓ですからね。さあ、はい、日向ちゃん、はい、いきましょう、はい、最近学んだ教訓まで3、2、1、9。え、パックはしたまま絶対寝落ちしないことです。なるほど、やっちゃった。やっちゃって香りつけたまま、そう、もう顔がはち切れそうでした、乾燥して。シワシワにやこになりそうな雰囲気でね、はい、ありがとうございます、はい、大きな拍手をどうぞ。いろんな教訓を教えてくれました、ひなちゃんとひなたちゃんでございました。ちなみにドンキホーテでカタツムリのパックは50枚で880円で売っております。さあ続いてこのお二人、続いてはテヤナナコちゃん、磯部あんりちゃんです。テヤナナコちゃんはタンクトップ、デニムショートパンツ、ガウン、サンダル、すべてエゴイストです。磯部あんりちゃんはオフィシャルトップス、ワイドパンツ、ループイヤリング、バングル、サンダル、すべてエゴイストです。はい、お二人エレガントでいいですね、ありがとうございます。同じお題でいきましょう、タヤちゃんから、はいはい、さあもう最近習った人生の教訓まで3、2、1、9。ボールペンの芯は絶対 0.4 がいい。何のこだわり、なんで太くもなく、うん、私今 0.7 のボールペン使ってるんですけど、はいはいはい、もう文字が潰れちゃってしょうがなくて、うん、で、あの友達が 0.4 使ってて、うん、すごい色合いもいいし、うん、細さもいいし、うん、すっごいCM しようとしてる、なんかトンボかどっかの。だからもう次 0.7 使い切ったら絶対 0.4 買おうって。なるほど、これ皆さんにね、ぜひ教えたいと。力の加減具合でもね、よりと思いますけども、はい、ありがとうございます。さあ、あっちゃんいきます、はい、同じお題ですよ。さあ最近私が思った人生の教訓、3、2、1、9。満員電車での降りまーすは割と大きい子ではないと降りれない。なるほど、結構やっぱ満員の時奥までね行っちゃった後の、はい、出れます、出れてます今、降りれなかったですね。あ、じゃあ次の駅まで行っちゃったり、はい、あの降りますって、うん、もう誰も動いてくれないんですよ。で、降りれなかった後の一駅の間、うん、そうね、ずっともうこの距離で、あ、降りれなかった人。ありがとう、大きな拍手どうぞ。確かにね、シャイだとトゥーシャイシャイボーイだと言えません。あ、あるか。ありがとうございます。いや、もう本当にね、あの満員電車ね、皆さん頑張って高校通っておりますので、皆さんね応援してあげてください。エースの皆さんでした、ありがとうございました。ふわふわも行ってみましょう、続いてどうぞ。このまま朝までに
ふわふわ。まずは金下奈ちゃん、塚田桃香ちゃんです。金下奈ちゃんはフリルシューセット、チョーカー、サンダル、ともにラスボア、ベルトマークライダーススカパン、ウィゴーです。ウィゴーのお店は原宿駅竹下口店です。塚田桃香ちゃんはローズ T シャツ、チョーカー、サンダル、すべてラスボアです。さあお二人こんばんは。こんばんは。はい、なんとお二人連日でね、5月14、15誕生日だそうです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあそれではお題変わりますよ。皆さんバシッと決めてくださいね。誕生日ファーストのね、無茶ぶりでございますからね。さあそれではさなちゃんからいきましょう。お題が変わります、はい、ドラマに出演中のあなた、鉄砲を撃った後かっこいい決め台詞を言ってください。よろしいですか。はい。さあさなちゃんいきましょう。それでは3、2、1。すべてあなたが悪いのよ。地獄まで追いかける。怖い。いいですね。シガニーウィーバーのような。いいですよ。エイリアン4。ありがとうございます。さあ、行きましょう。ここ、ももかちゃん、はい。バシッと決めましょうね。はい。それでは、かっこいいセリフまで。3、2、1、9。まだまだね。私の大好きなピザを食べた罰よ。あ、いいよいいよ。八千草薫さんみたいな渋い演技ね。ありがとうございます。大きな拍手どうぞ。素晴らしい。5月14日がさなちゃん、5月15日がももかちゃん誕生日ということでね、16日はまたなぎさちゃんも誕生日並んでおります。おめでとうございました。さあ続いてこのお二人。続いては岩崎遥ちゃん、中野あゆみちゃんです。岩崎遥ちゃんはラメ T シャツ、ジャージパンツ、ベルト、パールチョーカー、キャップ、エナメルサンダル、すべてラスボアです。中野あゆみちゃんはバラシャツ、プリーツスカート、チョーカー、サンダル、すべてラスボアです。はい、お二人ですね。またピンクでありがとうございます。さあ同じお題ですよ。ドラマに出演中のあなた、ピストルを撃った後にかっこいいセリフまで。じゃあまずはハルコちゃんからいきますか。はい。さあ行きましょう。それではかっこいいセリフまで3、2、1、9。これで邪魔者はいなくなった。いいですね。笑顔で言うから余計怖いですね。いいですよ、由美香織さんのような。ありがとうございます。お風呂も入ってください。ありがとうございますね。わからないね。わかるよ。いいよいいよ、見てる人に言ってるからね。さあ最後アイビちゃん、はい、いきますよ。さあバシッとピストルを撃った後の決め台詞です。3、2、1、9。柿の種。どういうこと、どういうこと。ピストルの弾が、あ、そういうことにしておきます。そういうことにしておきましょう。大きな拍手どうぞ。優しいね、優しい。弾が柿の種の可能性がある。いや、ありがとうございます。いいですね。あとでね、音声さんと一緒に練習しましょうね。合わせ方ね、バッキュンのところ。さあ、はるかちゃん、あゆみちゃんでございました。ありがとうございました。以上、原宿駅前コレクションでした。リードカフェのクロちゃん呼んでみましょう。クロちゃん。